紀元前2000年代、長く続いた平和の時代は終わり、エジプトは分裂時代に入った。最初はバラバラだった勢力も次第に統一され、二つの勢力が対立していた。これはそんな時代の話である。Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung zur Rede stellen. Ich will auch, meine Herren. Oh, wer ist das? Ich bin der Kosemono, da Hitlerero. Klei Mondi. ということで今日から私がオーダー、アメネムオペとはそのまま宰相を続けてね。早くこの姿から元に戻せこの大井さん脱者め。細けいことは気にすんな。それよりケメトの現状を教えてくれ。はぁ、まあどうにかできるとは思えないが、偉大なる戦王たちが冥界に下った後各地で修行が続々と独立。その後ターシェムではこの話長いからもう戦争。何してんだ！ああもう終わりやこの国。なんか全部の州が独立してるからいけるって。いや、そうはならんやろ。納得やろがい？とりあえず、ホルノコチのネケンを奪還。このまま北上したアメフを制圧して統一すっぞ。そういや、メンチヘテプはどうした？お前がいなければ王に即位していたはずだが。とりあえず将軍に任命して前線に行かせたぞ。クーデター起こされてさらし首にされればいいのに。もうなってるんだよな。ジェミを奪還。開けろ！デトロイト死刑だ！クヌムをだ。デトロ！開けろイト死刑だ！ネスト世間カーラー君見てる？やーい国滅んでやんの。ってことでユヌを奪還しケメトを統一。デトロ！あれこのクソ野郎が散脱しなければメンチヘテプが普通に統一してくれたんじゃ。細けいことはいいんだよ。それはそうと統一したばかりで頭が湧いてる蛮族が襲撃しに効かねないからメンチヘテプ君は待機してもらうね。もう少し報われてもいいと思うんだが。大丈夫大丈夫、時が来たら上位するから。ああ幹部が点検しろしろってうるさいから、まあ一回りしてみるか。うちの交番がやらなくねえよな。異常ねえや。 A few moments later。 まだ時間かかりそうですかね。 Many months later。 将軍、帰還命令が出ましたよ。マジで？約束通り上位するからセケムテ持って行っていいよ。やったぜ。ああもうめちゃくちゃだよ。あ、死んだ。しょうがないからセケムテはもらってくねえ。こいつ絶対死ぬまで待ってただろ。わが名はおい、あれが新しい王かよ。わが名はやるものやつじゃないよ。ハト、マジか、鹿のまんじゅとかよ、聞いたことのない神を名乗ってるぞ。その上で脳の飛行圏の前線に送り込んだらしいのよ。最低だな。どうしたらいいんだこれ。突如王位を散奪しやがった謎の生命体。ケメトの統一を成し遂げるもここで続々と異民族が襲いかかる。ここで負けるとケメトが廃墟になっちゃう。大丈夫、まだ古の要塞と神々のカゴがケメトについているわ。それに文化的に劣ってる異民族が一番優れているケメトに勝るわけがないじゃない。次回、ケメトシス、ジュエルスタンバイ。